秀吉は島津の捨て身の攻めを退けた。彼にこうするのは関東の北条、奥州の伊達のみとなった。秀吉は天下統一へ向けて北条討伐を決意。全国の大名を召集し、数十万の兵士を動員した。着陣した秀吉は早速小田原城を見下ろす笠懸山の森の中に城を築くよう命じた。築城をした後、夜のうちに周囲の木を切り、一夜にして城ができたと北条方に思わせる策であった。敵の心を攻め、できることなら戦いを避ける。天下人になっても秀吉の戦は最後まで変わらなかった。天下統一の将、小田原征伐。七三の段、ごめんなれ。今少し遅くば、この首は飛んでおった。聞けば、そこの小十郎の助言に従い、服従を決意したそうじゃな。はっ。この政宗には杉田家臣にて。許す。これよりは君臣一体となってわしを支えてくれ。ありがたきお言葉。この戦が終わればめでたく天下太平だ。さて、おたくら武人はどうやって生きていく？確かに橘は戦場で生えるが、私の生き方は変わらない。平時にあってもな。貴様こそどうするのだ？剣豪から戦いを奪ったら何も残らぬであろう。それでもそこに残るものってのを考えるさ。ま、拙者は秀吉の養子秀次様に寄生してるからね。でも誰もがお宅や拙者のようには生きられない。ここにいる20万の兵はどうなるのかね。それを決めるのが為政者の仕事さ。秀吉か。いや、次代の秀次様のお仕事ってことか。できれば平和的に処理してもらいたいもんだね。そういえば宗茂殿こそどう生きていくのかな。豪遊鎮西一の才を持て余しそうな気もするがね。そうだな、時々戦が恋しくなるだろう。だが幸い俺の手近には好敵手がいてね。その手の戦ならいいんじゃない。死人も出ない。ああ、おたくらの場合は微妙だね。何を勝手に盛り上がっている。くだらん話は後だ。さっさと乱世にケリをつけるぞ。さて、イエス殿、北条平氏の地は関東を頼みましたぞ。受けたまわった。利家、お前はこれからもわしと一緒に天下支えてくれ。おう、任せとけ秀吉。さあ、天下統一総仕上げじゃ。
城は籠城の構えを崩さない。これなら北条氏康もその子らも全て討ち取るまで。敵将討ち取ったり、一夜城から時の声を上げろ。北条軍の戦意をくじくんじゃ。みんなビビっちゃダメ。北条の結束今こそ見せる時よ。まだ一両押しになんて絶対屈しない。何をもたもたしておる。火を使って炙り出せばよいわ。政宗様がそうおっしゃられると存じ、すでに城内に黒裸組を忍ばせてございます。新しき時代へ歩むと小さな野心などお捨てくださいませ。誰が天下人でもその下で時代を作れます。分かっておる。豊かな時代はわしが築いてみせる。必ずな。うなれ雷霧。
ません。まだまだ行けるとこまで行ってやる。おめでつかわず酒をいかゆし。上々の守備にデザインです。やるな立花、それでこそ島津の仇だ。開門、さあ時は来たね。一夜城から天守に向けて宝禄玉を打ち込め。一夜で気づいたし、一瞬で壊してやる。一夜城に敵が。宝禄玉を撃てぬ。宝禄玉は秀家がおらんと撃てん。なんとしても守ってやるんじゃ。本当に引き込んでいる。立花の誇りこそ天下無双なり。敵将討ち取ったり。これで天下統一、国境を。天下とほざいて戦してる限りよ、何万の民が傷つき泣いてんだよ。そいつらの涙全部拭う覚悟はあんのか。俺が見定めてやろう。家族のため一丸となって戦うが王城の精神。そして家族とは関東の皆のことじゃ。親方様、抜け駆けはなしですよ。この小僧も音もしますから。私は最後まで家族を守りたい。だからお父様も守る。もし同胞情が消えたとしても、家族を思う心は消えない。ずっと。Oh!
都を治める奴に伝えてくれねえか。ここの民泣かしたら承知しねえってな。必ずや。親方様。お父様、お父様、お父様。お二方は秀吉殿と共に大阪へ。愛者は勝者に従う。それが戦国の習いでござる。分かったわ。私は大阪に。姫様はあんたに降伏して関東に残る。それでいいでしょう。なんと。はい。みんなが愛したこの国をお願いします、姫様。あひせんのひでよし出世して、あれよあれよとこう当たってて、明智に新パターンに登場。お前様危ないよ。いざ、よし、よし、よおおっと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 。なんじゃ、二人ともぼーっとしょって危なかったわ。そうだ、秀吉にもしもんことがあったらどうすんだ。ピョーク吉すまね、秀吉、わざとじゃねえんだい。